あるゴールドラッシュで湧くアメリカ北西部の町に9歳になる息子マークを探してマットがやってくる。マークは酒場の歌手系が世話をしていた。マークを引き取ったマットは新しく手に入れた農場でマークと二人の生活を始める。二人が町を去った後、K の元に恋人のハリーが現れ、ギャンブルで 念願の金庫の権利を手に入れたことを伝え、金庫を投機するために、ケイを連れて、カウニシルシティに向かう。ある日、マットは、農場の近くを流れる川の急流に流されている、イカダを見つけ、乗っていた二人の男女を助け出す。イカダに乗っていたのは、ケイとハリーであり、ハリーが、ギャンブルで、イカ様をしたことが発覚する前に投機を済ませようと、川を下る途中だった。 しかし、マットから、急流の川をこれ以上下るのは無理だと忠告された、ハリーは、銃で脅して、馬と食料を奪い取る。抵抗したマットを気絶させたハリーに、K は、怪我人と子供を残しておけないと言い農場に残り、ハリーは一人で、カウンシルシティに向かう。しかし、ハリーが去ると同時に農場が先住民に襲撃され、そうになったため、マット、マーク、 そして、K は、イカダで川を降り、直後に、マットの家は、先住民に焼き打ちされる。マットは、途中の土地で休憩するが、彼がハリーを殺すつもりだと知った K はイカダを川に、流そうとする。マットは、寸前でイカダを固定し、K に、次にやったら殺すと警告して川下りを再開する。K は、ハリーが念願の金庫を手に入れるために必死だった。 ことを語り許してもらおうとするが、マットは聞き入れず、彼女はマークの目の前で、マットが人殺しを犯して、刑務所に入っていたことを暴露してしまう。マットは友人を守るために仕方なく殺したと語るが、マークはショックを受けてしまい、K は軽はずみな発言をしたことを後悔する。三人は途中の土地で、再び休憩するが、そこでマットがピューマに襲われる。 マットは通りがかった二人組の金庫ボリりに助けられるが、二人がハリーを追っていることを聞かされる。二人は危険な川下りをする K に自分たちと馬で来ないかと誘うが、K はマットと川を下ることに決める。三人は川下りを再開するが、急流に差し掛かったところで、再び先住民に襲撃される。マットは先住民たちと戦いながら、 イカダを守り抜き、無事にカウンシルシティに到着する。ハリーを殺そうとするマットに対し、ケイは、ハリーを説得して謝罪させると提案し、一人で、ハリーのいる酒場に向かう。ケイはマットに謝罪するように説得するが、ハリーは聞く耳を持たなかった。ケイに迫られ仕方なくマットのいる雑貨店に向かった。ハリーは、鉢合わせたマットに向けて発砲し、彼を殺そうとする。 ハリーは K を振り払い止めを刺そうとするが、背後からマークに銃で撃たれ殺される。K は震えるマークを抱きしめ、仕方なかったと彼を慰める。その後、K はカウンシルシティの酒場で歌手として仕事を始めるが、そこにマットが現れて強引に彼女を連れ出してしまう。マットは家に帰ろうと語りかけ、それを聞いた K はマット、マークと共に、 彼らの家に向かう。1976年夏、低都高速度交通英団のマナーポスターにギターを傘に変えた帰らざる傘が独占者と共に非常に話題を呼んだ。このポスターを貼り出した銀座駅では10枚中7枚が盗まれる騒ぎを起こしたという。加藤玲子の1991年のアルバム、お熱いのがお好きには帰らざる。 ビーチという曲が収録されている。ありがとうございます。